皆さんは必ず「be responsible for」っていうのはこれ自体は1番目の意味ですね。責任があるる意味をおそらく覚えてるはずなんですで。英語が上級の人はこの意味じゃないってことは知ってますよねつまりこの要求が責任があるってことは基本的には実はこれは因果関係の記号でしかないんですよっていう使い方があるんです。つまり今回の場合責任があるってことこは このディマンドはこういうやつの責任があるんですよっていうのは実はここの部分が原因これが責任を持ってるわけですから原因となっててここの部分が結果なんですよねっていう A の部分が結果に当たるわけですね。つまりこの要求のせいでこの要望のせいで A が起こってるんだ引き起こされてるんだっていうのが役になるんです。だからリスポンシブル法って責任があるって意味を覚えてちゃいい因果関係なんだ。とつまり ディス・リマンドっていうのはじゃあ前に書かれているこういうものを引き起こす原因となる要求って何だろうかって考えてあげようというのが指示語以外を求める時のポイントです。